タレントの渡辺満里奈が6日、水曜日、アメーバオフィシャルブログを更新。乃木坂46の与田祐希とのカラオケショットを公開した。累計発行部数650万部を突破する人気ヤンキー漫画を実写映画化した映画、アウト、品川博史監督、で共演した渡辺と与田。この日、渡辺は、カラオケナイト、と題してブログを更新。絵文字を交えながら、映画、アウト、の舞台挨拶の時に連絡先交換して、カラオケ行こうねなんて言って、すぐに決まったこの日、と切り出し。与田祐希の辞書に、社交辞令、の言葉なし。というくらい、気持ちのいいスピードだった。と一気に二人の距離が縮まったと綴りながら、唐揚げ、とプリントされた白のロング T シャツ姿で与田のマフラータオルを掲げる弾ける笑顔の渡辺と、緊張感、とプリントされた白のロング T シャツ姿で楽しそうにペンライトを両手に持つ与田のカラオケにショットを公開した。また、渡辺が着ている、唐揚げ、ロング T シャツについて、好きな食べ物聞かれて、唐揚げ、と答えたら、絶妙にダサい、唐揚げ、T シャツを作ってくれましたおもろ、と明かし。与田ちゃんグッズをマネージャー、私のね、Kちゃんに借りて盛り上がった夜なんか面白いアイドル。与田ちゃん推しとして、今度はコンサート参戦しよう、と言い、ブログを締めくくった。この投稿にファンから、可愛い娘が一人増えた感じですね。T シャツ似合っていますよ。カラオケいいですね。やっぱ80年代アイドルソングかな、などの声が多く寄せられている。